15分現在の高速道路情報をお知らせします。名義館東名阪伊勢道伊勢方面へ走行中の方に交通集中による渋滞の情報です。この先の鈴鹿インターの先73キロポスト付近を先頭に6キロほど渋滞しています。続いて新名神を大阪方面へ向かわれる方に事故の情報です。午前9時45分ごろ草津田中インターの出口で乗用車が道路の施設に衝突する事故が発生しています。現在処理を行っています。また亀山ジャンクションの先で工事を行っています。続いて東名名神を大阪方面へ向かわれる方に渋滞の情報です。大垣インター付近を先頭に2キロほど渋滞しています。また一ノ宮インター付近を先頭に2キロほど渋滞しています。
先頭に2キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ4